天空の城ラピュタのなんかワンシーンのようなね。まだその当時のこの湯たんぽがね、湯たんぽとこの酒瓶、はい、というわけで今回はこちらですね。まあ、この近くにね水島の工業地帯があって、まあ、そこで飛行機を作っていて、その B29 の爆撃機がやってくることがあったので作られたということなんですけども、まあ、実際これ行くことができるんですけど、子供たちだけでは行かない方がいいということを書いてます。今日はこちらに行きます。このね山から行くわけですけども、まあ以前もね来たことあるんですけども、今回もねちょっと行ってみようかなということです。この神社を越えて、いやー綺麗にね桜が咲いてますね。この境内に今年は早かったんでね、桜早いっすよ今年は。まあでも実際ね、この爆撃機をね撃墜したかというとしてないらしくて、損害を与えたぐらいらしいです。井戸があります。この辺とか防空壕あったのかなっていうような雰囲気しますね。PTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。お、あそこが水島のコンビナートになるわけなんですけど、こっち側にね、とりあえず1問目の灯台の跡があります。深さ2メートルぐらいあるんですけど、やはり長年のね、草木が積もってということなんでしょうね。あの空洞になってるのは弾薬庫なんですよね。お、はい、弾薬庫になってる。暴発をね、防ぐためにコンクリートの中に入れられているというわけになっています。で、続いての見どころです。このね、真正面にね、鉄塔があるんですけど、その先に道があるんですよね。そこが一番の見どころというか、比較的分かりやすく残っている位置なんですよね。ああ、でもね、水島のコンビナートがね、綺麗に見えます。まあ、昔のね、大砲は飛距離がね、短かったんで、こういう山の上に置かないとっていう部分もあったんでしょうね。こちらでございます。こちらですね。いやーね、綺麗にこの竹がね、囲ってますね。またこの雰囲気がね、変わりますね。はい、こちらになってます。実際にね、見ることができる場所ということです。雰囲気がなんか天空の城ラピュタのなんかワンシーンのようなね、巨人兵が出てきそうな。よいしょ、ちょっと足元ね、気をつけながらなんですけど、まだその当時のこの湯たんぽがね、湯たんぽとこの酒瓶があるんですよね。これいろいろ調べたんですけど、その昭和とか明治あたりのものだということが分かりました。はい、で進んでいきましょう。このなんかね、ジュースかサイダーか。なんか日の丸のマークというか、太陽がありますね。観測地点とかね、あるんでしょうね。でもまあ、そういうのも取り壊されたりして、ここからまあね、無線とかでいろいろ話を聞いて、まあ、そこで撃つみたいな。いやー、でもね、すごいですね。なんかこういうのがね、岡山残ってるっていうのは、いや、なんかね、まあ、岡山大空襲の前ですよね。6月22ですもんね、ここ水島の大空襲があったから。そこからの6月29日が岡山大空襲になったということです。はい、というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。いやねえ、これ鉄塔ですけどね、鉄塔の下って大体入れないようなイメージなんですけど、やはりこの放射砲があるんで入れるのかな。まあ、このね水島のねこのコンビナートを守るためにできた放射砲だったんですけどね、被害は墜落した飛行機はなしとして、まあ、損害を数機ぐらい、損害がね数機程度ということで、はい、ありがとうございました。今日はこんな感じで終わろうかなと思います。子供だけではちょっと危ないかなっていう感じはするので、ぜひ子供の方は保護者の方と一緒に行ってみてください。ピクニックする場所ではないですね。ランチボックスというかお弁当を持ってねする、まあ、してもいいと思うんですけど、まあなんかねはい、他にいいとこいっぱいあるので、ぜひついでに行ってみてください。それでは失礼いたします。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。